高岡運転発出富山地域鉄道部は富山県富山市にかつて存在した西日本旅客鉄道の地域鉄道部の一つである。本校では北陸地域鉄道部についても記述する。ローカル線の活性化と効率的な鉄道運営ができるように JR 西日本は1990年6月1日から主に市線区に対して鉄道部制度を導入していたが、 1995年10月1日から鉄道部制度を幹線系の地域にも導入し、地域鉄道部として地域の特性に応じた業務が行われた。当初は北陸地域鉄道部として発足し、2009年に高岡鉄道部との統合により、富山地域鉄道部となった。富山地域鉄道部は富山駅構内に位置しており、主に 富山県内の鉄道運営を行っていた。金沢支社が管轄していた。2015年3月13日時点。旅客車は、金沢支社の略号である、金と、富山の電報略号である、とやから構成される、金と矢である。機関車は、富山を意味する、富、である。2014年4月1日時点の配置車用は、以下の通りで、 すべて富山運転センター車両管理室に配置されていた。なお、富山地域鉄道部廃止以降、これらの車両は、金沢総合車両所と山支所の所属となった。キハ120系機動車キハ12341、キハ,ハ5215キハ58系機動車、北陸本線と山貨物駅構内にある運転士が所属する富山運転センターがあり、 高岡駅構内には、高岡運転派室が設けられていた。また、金沢支社で唯一となる車掌のみ所属する、乗務員区所、富山車掌センターがあった。ありがとうございます。